ここはポッドルームだったかな。確かマップにはそう書いてあったはずだ。でもポッドなんてどこにも。それよりミラはどこだ。え、ミラだよ。どこにいる。そんなこと僕に聞かれても知らないっていうのか。くそ、まさかあのゼロってやつに。許さない、許さないぞ。ミラは俺の、俺だけの天使なんだ。開け、開け。エリック、落ち着いてよ。落ち着いてなんかいられるか。ミラは今もたった一人で泣いているかもしれないっていうのに。こういう時こそ冷静にならなきゃダメだよ。むやみに暴れたって体力を消耗するだけだ。お願いだよエリック。分かってる、分かってるんだよ。そんなことでもいても立ってもいられないんだ。ミラが、俺の大切な人が辛い思いをしてるんじゃないかって思うと。僕だって同じだよ。ミラやエリックがひどい目に遭うなんて嫌だ。そんなの考えただけでも辛くなる。僕には記憶がない。自分が誰かもわからないし、大切な人がいたのかどうかも覚えてない。エリックたちにとっては出会ったばかりの怪しい他人なのかもしれないけど、今の僕にとってはここにいるみんなが全てなんだ。だから僕はみんなのこと大切な人なんだって思いたい。嫌いじゃなくて好きでいたいんだ。だってそうじゃなきゃ悲しすぎるから。さっきはその悪かったよ、怒鳴ったりして。お前の言う通り冷静にならなきゃダメだよな、エリック。さあ一刻も早くここを出る方法を探そう。協力してくれるか。うん、もちろんだよ。